今日は南西諸島から関東にかけて広範囲で警報級の大雨となる見込みです。四国では線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。低気圧や前線の影響で昨日夜から西日本では雨足が強まり、局地的に大雨となっています。この後は太平洋側を中心に雷を伴って非常に激しい雨や猛烈な雨となる見込みです。四国地方の高知県、徳島県、愛媛県、香川県では今日午前中まで線状降水帯が発生する恐れがあります。明日朝にかけて多いところで東海で250ミリ、関東甲信や四国で200ミリ、近畿で150ミリの大雨が予想されています。線状降水帯が発生した場合はさらに雨量が増え、災害発生の危険度が急激に高まります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒が必要です。また関東や東海など東日本では午後にかけて雨のピークが続く見込みです。帰宅時間にかけても激しい雨が続く可能性があるため、交通情報にもお気をつけください。